はもんじゃ食べます、イエーイ。うるさ、友達いないからね、互いに友達がいないので千葉だとあのもんじゃ食べれないので、うん、なんか一人でもんじゃ食べるっていうのはちょっと難易度高くて、まあ食べれるっちゃ食べれるんですけど1個食べきれないっていうか、なんか味を2つは食べられないというか、そんな感じなので、もんじゃ屋さん的にも一人で来られたらなんかあれかなと、あ、もう一応来てないから、うん、あれかなと思ったので、うん、私行っていい、あ、私行ってよさそう、良さそうだね。なのでそういうことです。もんじゃ食べに行かないから嬉しいよ。そう、行かないの？うん、だってわざわざもんじゃ食べようと思わない。なんで？なんか食べたいってあんま思わない。あの、下手なんだよもんじゃをこう食べる、食べるのが、あのヘラで食べるのが、あ、わかる、あの、あれ、ちまちま食べたくない派ってことでしょ。うん、違う、え、何？だからちまちま食べるのが苦手なの。ちまちま食べたいのにくっついてくれないの。あ、そういうこと？ヘラに？そう、あれはもう力づくでやるしかない。あ、そうなの。それが下手で待ってく、だから行かなかったんだけど、寿司とかの方がいいじゃん、あれ箸でつまんだら食えるからまあ寿司でしかも待ってたらさ、すぐ食べれるし。うん、そう、横山兄結婚してると思うな。ずっと言うやん、昨日からずっと言ってるやん、それってことだよ、気づかないうちにたけし結婚してるんだよ。ジョッキーってやっぱ お金持ちじゃん、うん、だからあんま言わないらしいよ。なんか言っちゃうとさ、あの人金持ちなんだってなっちゃうじゃん、奥さんのも。なんか危ないじゃん、ちょっと。あ、そういうこと。だからあんま言わない、公表しない人が結構多い。だから知らぬ間に結婚してるの。ってことはたけしも知らぬ間に結婚するってことでしょ。もうしてるかもしれない。嘘、嘘、みさんが、あれやっぱ奥さんからかな。みさんがやば、もうたけしに毎日みさんが送ろうかな。キモい、手作りのみさん、怖い。もう毎日震えながら届いてるプレゼントボックスになって。そうだよ、震えるだろ、うん、もう今日も来てるって思うんで、多分ってね、しかも多分1週間分くらいが一緒になって届くでしょ、うん、もうミサンガだらけのさあそこなんでしょ。いや、捨てるだろいや、でも触んなきゃいけないし、一回覚えて。あ、そういうこと。うん、最悪最悪かわいそうかわいそう、たけしかわいそうすぎる。今日予防注射してきたんだけどさ、めちゃくちゃうまくて痛くなかった。全然痛くなかった。どうぞ、どこにやった。何、痛みはあんの？え、全然ない。え、ジュースを殴ってみて、殴ってみていい？あ、全然痛くない。拳がやられた注射したらここら辺あれなのかな、硬くなったのかな。違うと思う、なんか肉が詰まってる感じだった。脂肪な。なんかコメントにもさ、なんかリドルちゃんちょっとぽっちゃりしたねって、なんかそのふんわり言葉を言ってくれて、うん、いい人だな。いや、少しぽっちゃりしたかな。優しい、優しいよね、うん、とんでもなくなったことになるね、倍ぐらいになってやめなさいよ。私も人のこと言えないんでね、今人生マックスくらいを引きしてる。え、そうなの。うわわ、お警察が、うわ、警察だ、警察いるから真面目な顔して運転します。顔で勝負する、うん、警察とは、うん、あ、そうなんだ。心は顔を見ればわかるかな。わかんない。じゃあこの顔なんだかな、うん、それ超得意だわ。あー、トイレしたいな。違うよ。それトイレしたいってそういう顔してる。嘘、うん、マジバレてんの。バレてるよ、この人トイレしたいってなって。恥ずかしい。漏れちゃった顔もわかる。漏れちゃった、漏れないから漏れねえわ。すごい後ろの人せっついてくる。気にしない方がいいんだよ、そういうこと。そういうこと。うちは我が道を行く。もし後ろの人に突っ込まれたとしたら 10-0 でこちらが勝つ。ないでしょ。1級だな。でも9が払ってくれるから。で、あれ、今私もの、あれ持ってるから大丈夫。保険の会社言っちゃった保険の…うわやばかった今、スプラッシュマウンテンかと思った。すぐ事故ったら自分で話さないで保険の人に電話しますって言って、電話して話してもらえってパパに言われた。へえ。なんかね、勝手に話しちゃうと大丈夫ですか、お金払いますよとか言っちゃったいくらね、なんでぶつかられてんのに払うんだよ。そ
でもパパ私のために対人対物無制限にしてくれたから、何してもいいんだ。うん、もうだから馬でも大丈夫だぞって言われた。ダメだ、馬は高級だぞ。無制限って本当にいくらでも払ってくれるのかな。え、なわけなくね。だったら無制限って言わなくて、ね、そうなの。無制限上限いくらまでのかな。なわけなくね。それ無制限って言わなくて、でしょ。無制限ってだから言葉おかしい。うわ、びちゃびちゃなのにチャリこいでる人いるわ。ニット帽かぶったのかな。ニット帽かぶってんのにさ、あのタンクトップみたいな感じさ、うん、謎だね。謎だね。傘持ってきた？え、持ってきてる。あ、そうなんだ。緑に紫のショーン、大きいやつあるよ。あ、じゃあそれでいこう。あ、これ赤いなるからやめよう。近い？近いね。今気づいたんですけど、サンダルを家ヨークロックスリラックまで着てしまって死にそうです。ちょっと汚いし雨やし、ちょっとしんどいです。イエーイ。うん、美味しそう。ことがないんだ。これで飲ます？これでうん。これ使ってないからな。うわ、めっちゃうまそう。いいね。いい感じに伸びない。どうしよう。いいよいいよ。全然。で、上からにこういうのとか乗せるでしょ。こっちが多分かつお節で、こっちが青のり。どれどれ？これがかつお節で、こっちが青のり。この風の流れでわかるでしょ。うまそう。マヨがあれだからね、上手か上手じゃないから決まるから。うん、はい。枝豆とイタリアンオレンジ味のこっちが福島県産の桃と、こっちがデーン、もうデロデロ、手がやばい。もう枝豆も美味しいしね。こっちはね、シャーベット、桃シャーベット、そんなでかくはいらない。ちっちゃく。うん、桃だ。濡れティッシュある？でもこっちの方が、あ、濡れティッシュはない。普通のティッシュしか。うん、オッケー。普通このね、オレンジやばいよ、うん、あ、このオレンジやばい。オレンジやばいよね、超美味しいよね。めっちゃシャーベットやん。うん、桃はちょっとマイルドなシャーベットだけど、こっち結構ジャリジャリ系、うん、頭痛い、キンキンしてる。